これ言いたくないとかないんですか？あの台本渡されるじゃん、はい、あるあるの、はいはいはい、なんか結構際どいことも多いじゃないですか。ありますね。そう、言いたくないとかないんですか？あんまり。あ、大城自身は、うん、あの生理の話あ、すいません、ちょっとストレートに言っちゃって。あ、全然いいですよ。うん、大城としては、うん、まあ、あんまりその大城真城にそんな生理とかそういう話はもあの、うん、関係ないと思ってるんですけど、あの、なでもね、一番伸びてるショートが、うん、生理あるあるなんですよ。そうなの？青霧やばくないですか、この状態それは知らなかった。終わりだよなんか多分見たことあるんですよ、私も。それそうなんだ。そうなんですよ。なんでだろうね。やっぱ気になるんじゃない？まあでも普通に女の子とかも気になって見てるのかな。多分男性の方があんまりそういうなんか悩みとか、うん、これ何の話？大丈夫ですかこれ？いや全然いい、全然いい、全然いい軌道修正しなくて大丈夫ですか？大丈夫大丈夫大丈夫。うん、そう、なんか経験できないからこそ興味があるんだろうなっていうところで多分一番伸びてますね。あ、そこなのかな。悔しいこと。へー、そうなんだ。一回受けたものを擦るのも大事じゃないですか。ってなるとまた生理連発しようってなるんですか？いや、さすがに出たい人だけ出るという形なんで、そういうところにおいては。なるほどね。まあ確かにそうか、うん、なんか無理にやらせるのも気まずいか。さすがに。だから今後生理ネタで同じメンツが出た時は、うん、あ、もうこいつはやりたいんだなと思ってもらったら、うん、いや、やめてくださ いよくない、よくない、よくない、やりたくてやってんだなみたいな。よくない、よくない、やってもらってやりたくて生理ネタやってんだってそうそうそうよくない、よくないそういう目で見てもらって大丈夫。いやいや、ダメです、ダメです